地基地バルチャーラインだ。スタールアームズの南部支社に向かう。陛下の殺害容疑者2号3号を移送中。どうぞ。バルチャーライン、着陸を許可する。方位を330に修正せよ。大将は腰抜けだったぜ。おい、兵隊さん、リラックスしろよ。手を出したら俺たちが殺される。あ、そりゃまずいな。黙るんだ。ビザリのジジイ、メソメソ泣きながらくたばっていきやがった。それを認めたくない。やめろ、逃がせ。隊長より総員に告ぐ。準備しろ。俺から全体基地に帰還する。待て、待ってくれ。まだネビルが奴らに。いや、心配するな。ダメだ。探しに行かないと。お前だけで精一杯だ。装備が引いてるな。このまま隊員を置いていけるか。今すぐ行くんだ。手を貸さないなら銃を渡して下ろせ。一人でやる。分かった。いいから落ち着け。隊長より総員へ計画変更。ネビルを救出する。お言葉ですが、明暗とは思えません。分かってる、レイダーワン。だがやるんだ。身を引き締めていけ。よし、みんな発砲には注意して目標を確認しろ。レベルのドロップシップはこの辺りだ。敵2機を確認しました。総員、攻撃を許可する。了解隊長、制止を解除し降伝します。理由は分からないかな。ネビルもここに来るだろう。スターラームズ
図は南部車に接近中。あれは一体何だ。隊長、激しい対空砲火です。敵ミサイル多数。総員返せよ。回収できるものは偵察してくる。行くぞ、クザ。敵と遭遇。もう一人は。ヘッダー、セブン。高台に登って左に回るぞ。手に足をかけろ。おい、頭に気をつけろ。こちらレーダー隊長、エリアクリア。早く引き上げてくれ。全ての隊員は攻撃隊形を組め。了解しました隊長。でもどうやっても巨大軍です。対空砲を片付けんことにはどうにもならん。そうだろセブン。イントルーダーが少なすぎてこっちには勝ち目がない。え、お前も言っただろ、ネビルを救うには対空砲火を片付けなくてはと。おい、頭がおかしくなったのか。これじゃ飛べ、自殺行為だ。ミコ見ろ、低空飛行なら敵の砲火をかわせる。爆弾で対空砲を壊して。なるほど、お前ってやつは。片付いたら呼んでくれ。すぐ後を追うから。
さん。最下層まで降りて支柱を爆破しないとダメだ。爆弾2個で十分いける。
動きやがる。迎えに来てくれるか。みんな人を焼きしようってやつがいるぞ。準備はいいか。レイダー隊長から総員へ集中崩壊に備えろ。仲間の後を追って散らばるな。港の反対側で集合する。見抜きだけ。あれをいただいてくる。分かった、バンカーの上に行こう。よし、進んでください。我々が援護します隊長。
ジャム、ドアを開けろ。全員聞いてくれ。これからヒグスどもの激しい抵抗を受けることになるだろう。全員ここから離れろ。隊長を置いていけません。まだネビルの部下たちがいる。リーダーが必要だ。彼らを見つけ助けてやれ。ジャム、もうすぐです。君らを誇りに思う。幸運を、リコ。よくやったな、ジャマ。彼らを頼んだぞ。二人は俺たちと来い。はっ。正面に陣地だ。クリアだ。監視基地からアルガス2、アルガス2、応答せよ、どうぞ。アルガス2繰り返す、こちら監視基地、応答せよ、どうぞ。うん、こちらは何も問題ない。敵は全て排除した。了解、帰還し新しい配属先に出頭せよ。
了解した、通信終了。どうするつもりだ。中に入るぞ。